神谷総平君。参政党の神谷総平です。防衛財源確保法案に関連して質問します。今回の防衛予算の増大の背景の一つに戦争の戦い方が変わってきているということがあると思います。市場でも新しい戦い方としてミサイル防衛や宇宙、サイバー、電磁波の戦い、無人機攻撃、情報戦といったものが挙げられていますが、生物兵器による攻撃への想定が非常に弱いように思います。人類に大きな災難をもたらす生物兵器は大量破壊兵器の中で他の核兵器、化学兵器に比較してより安価で製造が容易であるため国際社会で大きな関心が持たれています。我が国においても生物災害が自然発生する、もしくは人為的に作為された場合には国民の生命財産に甚大な被害をもたらすことが容易に予測されます。実際に近年新型コロナや鳥インフルエンザなども発生していますから、その被害は説明するまでもないと思います。このような脅威に対処し得る体制の整備は厚生労働省が責任を負うものではなく国家の安全保障上の重要な問題であるとして政府全体が真剣に取り組むべきテーマであると考えていますが、自衛隊は生物兵器対処に関する本格的な研究開発や教育訓練は実施していますか。また今回増額される予算の中に生物兵器に備える予算は組み込まれていますか。合わせてお答えください。はい、防衛装備庁三島防衛技官。お答えいたします。防衛省におきましては生物兵器を含むいわゆる NBC 対処能力を確保するために必要な研究開発や教育訓練などに取り組んできているところでございます。研究開発について申し上げれば、生物兵器の探知識別能力を有する NBC 偵察車の開発、生物剤の身体への浸透及び付着等を防止するために使用する個人用防護装備の開発、飛沫中のウイルスを検知するための技術の研究といった事業に取り組んでおり、またイギリス国防省との間では防護マスクに関する技術の共同研究も行っております。教育訓練につきましては、自衛隊医官を国内外の関係機関へ留学させると生物剤に対する医療能力の向上を図っているほか、対特殊武器衛生隊等では警察、消防との共同訓練を実施し、関係機関とさらなる連携強化に努めており、陸上自衛隊科学学校においては生物兵器等に対処するための教育訓練を実施しております。また令和5年度予算におきましては、飛沫中のウイルスを検知するための技術と研究を令和4年度から引き続いて実施するための必要な経費として約4億円、施設整備については既存施設の更新に合わせて施設の機能重要度に応じた NBC 等に対する防護性能を付与することとしており、既存施設の更新に必要な経費として約868億円、装備費については生物兵器等による汚染環境下において隊員が行動するために必要な1鉢式個人用防護装備、汚染地域を除染するための除染車等の最新の装備品の導入などに必要な経費として約79億円を確保しております。こうした取り組みを通じて引き続きしっかり NBC に対する防護能力の強化を進めてまいります。はい、神谷総平君。はい、お聞きいただいたように研究で4億円ということですね。4億円ですよ、たった4億円、はい、しか当てられてないということですね。次に、この3年間猛威を振るっていた制限とその背後の真相をありとあらゆる観点から考えようとする試みに対して陰謀論と片付けてしまうのは国家安全保障上の観点からも知的怠慢に過ぎるのではないかというふうに我々は考えています。